リアラーソバーチャル限定クイズ作家の未来読むです今日の問題はこちら6月15日は栃木県民の日この日栃木県のマスコットキャラクターであるとちまくんだ Twitter で最初に発言する内容はそれではこの問題の解説です都道府県によってその存在が大きく認識の違う都道府県民の日今回出題している栃木県には県民の日が存在します 県民一人一人が郷土への理解と関心を深め県民としての一体感のもとより豊かなふるさと栃木県を築き上げることを期する日として1985年に制定されました当日は県内のレジャー施設や観光スポットの割引があるようで県内在住などの条件によって施設利用料が無料もしくは割引になるなどのサービスがあるようですこれらのお得情報を県のマスコットキャラクターであるとちまくんだ ツイッターで広くアピールする可能性があるのではないでしょうか果たして当日はどんな発言がとちまるくんから発せられるのでしょう私からの説明は以上となります。回答はこの動画説明欄に記載のリンク先で答えることができます。ぜひあなたの予言力を試してみてくださいね。あなたにはどんな未来が見えていますかラーラ・パスティーラ。